体感するボードアン・ボードアン1世は、第一回十字軍の指導者の一人、初代エデッサ博となり、後に、初代エルサレム王となった。ボードアンは、ブローニュ博ウスタシュ2世と、ヒードドブローニュの三男で、創籍に入る教育を受けていたが途中で減続し、時系のカロートリンゲン公ゴドフロアの下で、ベルダン博となる。第一回十字軍時には、兄のウスタシュ三世、ゴドフロア、ユーグ、 いとこのボードアンドブールと共に参加した。ハンガリーでは、部隊の安全な通過のために、ボードアンが人質として、ハンガリー王のもとに止められた。コンスタンチノープルでは、逆に、東ローマ皇帝の息子を人質として預かった時に、ボードアンがその対応を行った。東ローマ側から十字軍を記録した王女、アンナ・コムレナの手記によると、配下の兵士が、 皇帝の玉座に対して無礼な働きを行ったとき、それを咎めたとされ、礼儀と規律に厳しかったことが伺える。小アジアで、他の十字軍から分かれ、同様に領土を欲する、ノルマン人のタンクレットと共に、キリキアへ向かったが、キリキアの領有に関して、タンクレットと争うようになり、タンクレットは、アンティオキアに戻った。一方、ボードアンは、エデッサの領主ソロスに誘われて、 その後継者となり、間もなく、ソロスが暴動で殺されると変わって、エデッサを支配した。この時ボードアンは、アルメニア人であった、ソロスの娘アルダと結婚したが、この結婚はこれ以降しばしば行われた、フランク系十字軍国家の貴族とアルメニア人との婚姻の洗礼となった。1100年に、性墳墓の守護者であった兄のゴドフロアが死んだ時、ボードアンは、 エデッサ博国をボードアンドブールに譲り、エルサレムに入って、エルサレムをボードアン一世となった。エルサレム総司教だったダゴベルトは、エルサレムを強行領とすることを望み、これに反対したが、エルサレムではなく、ベツレヘムで退官することで妥協した。1101年の十字軍では、ラマラで大敗したが、その後アッコン、ラマラ、トリポリ、シドン、ベールートなど領土を広げた。 1112年、または1113年に、シチリアハクルジェーロ1世の未亡人アデライード、デルバストと結婚したが、この結婚で子が生まれなかった場合、アデライードとルチェーロ1世と残るジェーロ2世が、後継者となる取り決めがなされたため、貴族や、総大司教からの圧力により4年ほどで離婚した。1118年に、エジプト遠征中に食中毒により亡くなった。 ボードアン一世は三回結婚しているが、子供はなく、エデッサ博を継いでいたボードアンドブールが、第二代エルサレム王ボードアン二世となった。ありがとうございます。